エリーザベト・フォン・ケルンテン・ゲルツ・ーント・ティロルは、オーストリア公及びシュタヤー・マルク公、アルブレヒト一世の妻。夫が1298年に、ローマ王に選出されると、ローマ王妃となった。ケルンテン公、マインハルトと、その妻で、バイエルンケ権ライン級中白夫二世の娘で、あるエリーザベトの間の次女として生まれた。1274年、 ハプスブルク家のローマ王ルドルフ一世の長男であるオーストリア公アルブレヒトと結婚した。エリーザベトは賢く、領主としての経営手腕に優れた女性で、詳細に長けていた。ザルツカンマーグートに、塩田が建設されたのは、エリーザベトの発案だったと言われる。1299年、ニュルンベルクにおいて、ローマ王妃として体感した。 夫のアルブレヒト一世は1308年5月1日、アーレ川沿いのブルクにおいて、ラインフェルト協定に基づく、財産分与が実現されないことに起こった老いのヨハン、パリ・ジーダの手にかかって暗殺された。夫のトン死に居合わせたエリーザベトは、そのままその地に残り、ブルク郊外に、ケーニヒスフェルデン修道院を建設し、死後その修道院に埋葬された。王妃のは、その後、 シュバルツバルトのザンクトブラジエン修道院を経て、現在はケルンテン州のザンクトパウルイムラ・バンタール、女子修道院に安置されている。ありがとうございます。